Hola, ¿cómo estás? ティーハウスフラメンコのリナです。今回はセビジャーナスの歌の入り口の部分のパルマについてお話ししていきたいと思います。前回はセビジャーナスの構成全体の解説をしたんですけれども、今回は歌の入り口の部分です。前回のね、構成の文をまだご覧になられてない方は、ぜひそちらからご覧ください。その方がわかりやすいと思いますので、概要欄にね、リンクを貼っておきます。で、前回ですね、パルマ、基本的に、この三拍子になってますよっていうふうにお伝えしました。で、まあ、三拍子ではあるんですけれども、六拍をね、一つの基本的なまとまりと意識してください。まあ、その六拍をね、一コンパス、一コンパスと呼んでいただいても結構です。はい。で、今日はその、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6というふうに、6ずつで振ってます。で、この、細かく見ていきますけど、歌のセビジャンスの歌の入り口の部分です。で、どうして入り口の部分しようかなと思ったかっていうと、生徒さんがね、結構リナ先生、セビジャンス歌ってみました、サビっぽいところは歌いやすいんですけど、入り方がよくわからないです、入りにくい、入れないですっていうことをね、よくお聞きしますので、なので、今日はその入り口の部分っていうのにフォーカスしてみたいと思います。はい。で、この 1,2,3,4,5,6 なんですけど、まずそのセビジャーナスはじめ、まあ、ギターが流れてきますよね。で、流れてきて、まあ、何コンパス弾くかはね、その時にもよって違いますけど、まあ、うん、まあまあそれは、はい、状況によって。で、なぜそのギターの最後の6拍一塊の時に6拍目から歌が入ります。だからなんか、まあ、ギターがイントロの部分を弾きますよね。で、1,2,3,4,51,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5ミララっていう感じに6拍目で入ります。このね、1から入っちゃうとずれちゃうので気をつけてください。6です。まあ歌によっては6の裏だったりするんですけど、例えば、ビバセビジャーとかだと6の裏に入ってますよね。その細かい6だったり、6のコントラだったりっていうのはその歌によって違うので、それはいろいろ聞いていただいたらいいと思うんですけど、まあ、基本的に6拍目に入るっていうふうに今は理解しておいてください。で、ここからがまあ本題なんですけれども、入り部分のところね。はい。で、この、まあ、見方なんですけど、4種類今回練習していこうと思います。で、全部、1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6で、この赤いのは足を踏むとこです。で、この、ま、音符のところはパルマ、手のところですね。で、ここから歌が始まります。歌のイントロのところですね、ここ。で、でここから踊りがスタートします。まあ、前回説明しましたけど、パソデセビジャーナスが始まるところです。っていうふうに、まあ、表の見方としては理解してください。で、4パターンしていきますね。で、そうですね。雰囲気とかちょっとどんな風に違うかなって、感じながらね、見ていってほしいですし、一緒にしていってほしいんですけれども、まず、1番ずっと、これ、同じ叩き方のパターンですね。さっきというか前回、基本はこれですよって言ってた分です。そう、これで、ここに、歌が入ると、ミララカラカラケラピメラパン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 って、はい、つながってきますね。で、はい、これ1番で、2番は、1番との違いは、これ。ここにお休みが、四分休符があります。で、あとは一緒。いきますよ。
で、歌と合わせると、ミララカラタラケラピメラっていう感じですね。で、3番。こう、違いをね、雰囲気の違いを感じていてくださいよ。で、3番は、ここまでは一緒。で、ここに注目。まあ、ここだけね、黒く塗ってるんですけど、この黒いのは低音を意味してみました。叩き方ですね。ソルダで叩きます。この白いところ、まあ、これ以外はすべてセコ、高音で叩きます。前回ではないな。パルマの動画でセコと、ソルダのね、違いをお話ししたことがありますけど、セコは、この高い音。で、低い音は、ソルダ。うん。はい。あ、まあ、この、じゃあリンクもまた貼っておきますね。で、はい。じゃあここだけ変えてみて、ソルダにしてみて、してみますよ。っていう風になります。はい。で、歌を入れると、ミララカラカラケラキメラっていう風になります。はい。で、4番。で、4番は何が違うかっていうと、この部分ですね。さらに変わって、ここもうパルマ抜いちゃいます。はい。足はそのままね。はい。じゃあいきますよ。っていうパルマ。歌と合わせると、ミララカラカラケラビメラっていうパルマになります。どうですか ?1 番から4番で雰囲気違うの分かります?感じましたか?まあ、1番は足とパルマをね、ずっと連続して叩いていますよね。リズムがね、流れているのはいいんですけれども、こう初心者さんはね、どこから踊りに入っていいか迷ってしまうかもしれないですね。で、あと、叩いてる方も、これも慣れてない場合だと、ちょっとね、競った感じになるんですよね。どんどん迫ってくる感じ。お休みがないので、間がどんどん詰まってくるんですよね。だからテンポもだんだん上がってきてしまいがちというのはあります。特に慣れてない場合ね。で、2番は途中で1回止まってます。ここですね。はい。なので、この場合は踊りの入り口が分かりやすくなりますね。で、伴奏のギターとも違和感がなくなります。これ、いろんな伴奏と歌と聞いてもらったら、確認できると思います。ここの部分抜いた方がしっくり、ぴったり合います。で、3番は、こう、止めた後の一小節をね、三拍をここですね、ソルダにするので、より、まあ、2番よりもさらに踊りの入り口がはっきりとします。で、4番はね、ちょっとこう、初心者さん向きではないかもしれないんですけど、ちょっと難しいかもしれないんですけども、ここね、パルマを抜いちゃうことによって、間ができるんですよね。なので、間ができるっていうことは、こう踊りの入り口だよっていうのも、より分かりやすくなるし、入り口がよりこう強い印象になります。で、この時ね、注意するのは、先ほども言いましたけれども、パルマをね、抜いても、3拍ごとの足は絶対に抜かないってこと。これね、これ抜けやすいんですよ、この足。そう、抜けやすいというか、まあ、慣れたら絶対に抜けないですけど、うん、っていうのもね、そう、ベースになるリズムっていうのはずっと流れてるので、ずっと一緒です。ずっと流れてるので、そこをまあ抜いたり、まあ、セコで叩いたり、ソルダにしたりっていうだけなので、リズムはずっと流れてます。はい。うん。どうですかね?皆さんが感じられた感覚と同じような感覚でしたか ?1 番から4番の違い。うん。はい。まあ1番からね、4番に順番に練習していってみてください。で、してるとね、こう、位置がなんかこう、ベタっとした感じ、ちょっと息じゃないなってことが分かってきたりとか、しますし、
まあ、2番、知って3番ができれば、まあ、ひとまず十分かなとは思います。4番はね、粋なんですけど、テンポがね、こう伸び縮みしないように、ね、しっかり練習する必要はあります。あとね、踊り手さんがこう4番ですると迷うようだったら、まあ、3番の方が踊り手さんにとっては分かりやすいと思うので、3に戻してあげてください。まあもう全然セビジャナス何回も踊ってたらどれが来ても踊れるんですけど、まあ雰囲気とかもねやっぱり変わるので、はい、いろいろ試してみてください。で、試してみるとね、なんだろうな、体で感じることができますので、ご説明はさせていただいたんですけれども、理解のお役に立てればなと思ってるので、やっぱり大事なのはこう実際に叩いていったり歌っていったり踊っていったり弾いていったりすることなので、はい、まあ、理解はねできたと思うので練習あるのみです。はい、本当にもう何よりも大切なのは体にねその感覚を覚えさせるっていうことです。はい、いかがでしたか。まあ、歌の入り口の後はね休むことなく三拍子のパルマをこう足と一緒にね刻むんですけど、まあ、止めた方がいいところとかもありますので、それはまた別の動画で解説していきたいと思います。はい、今回の動画ねいいなって思ってくださったら、ぜひ高評価と、チャンネル登録をよろしくお願いします。ティハスフラメンコはオンラインと兵庫県の姫路市明石市でフラメンコ教室をしております。ご興味ございましたらリンクを概要欄に貼っておきますので、チェックしてみてください。はい、それでは今日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。グラシアス、シーセン。